渋谷号。このね、ベジマイトのやつ、ここよりも収録してるんで、結構前に収録していることを知ってるんですよ。まだ数ヶ月前ぐらいだったんですよ。ちょ、この動画を見たときに、こより、なんか違和感を感じて、あれ?なんかヤッホー、太った?みたいな気持ちになりまして、いや、違うぞ。このヤッホーは、前のヤッホーなんだ。もう先日のですね、コンコヨ24の時に、ヤッホーが、コンコヨ24頑張ってくださいとね、開会式に、動画をね、いただけたらって言ったら寄せてくださったんですよ。いや、その時の屋号を、もう一回見返してみたんよ。したら、あれ?いや、めっちゃ痩せとる、やっぱりって、ちょっと本当に確信になり、なんかちょっとやっぱ、なんか疲れてると思いまして、そう、これ、まあ、数ヶ月前の屋号と比べて、いや、めちゃめちゃほっそりしとるやんってなりまして、あの時も、ちょっとこよりも心配してたんだけど、それが確信に変わり、ヤゴ頑張れ、休んだりもしてくださいねという気持ちになりました。いや、ベジマイトのせいではない。これで渋い顔しちゃってベジマイトのせいで急激に痩せたとかは絶対ないと思うんですけれども、はい。ちょっとね、ヤゴ休んでください。